はい、本日はですね、ミステリーランチのアーバンアサルトをご紹介していきたいなと思います。こちらアーバンアサルトっていうリュックの21リットルのモデルになってるんですけども、ミステリーランチといえばですね、なぜかわからんけどもゴリゴリの男がね見てるようなイメージ、ゴリゴリの男が好きそうなイメージだから、僕の視聴者の方ってもともと男性の方の方がもともと多いのに、さらにその中でもゴリゴリが好きな方ってなってきたら、これもう男しか見てへんのちゃうのってことやったらね、ガンガン下ネタも言っていったりはできるんですけども、もし仮にこれを見ていただいている方で女性の方がいらっしゃったらね、私見てますよなんてコメントいただければ、あ、これからミステリーランチの時あんま下ネタ言ったらあかんねやっていうのが分かったりするので、ね、まあ、そういう風に言ってほしいんですけど、それぐらいね、なんかこう米軍が使ってるとかって言われると、なんか男の人がゴリゴリ持ってるんかなみたいな、まあそれ米軍が使ってるのは機能的なんでしょうけどねっていうことなんですけど、僕も今までね、ヒップモンキーっていうボディバッグであったり、ゾイドバッグってね、あの小物ケースみたいなミステリーランチのやつ何点か購入したことあったんですけど、リュックっていうのはなかったんですよ。だけどミステリーランチで多分一番有名なものって何って言われると、僕の中ではこのアーバンアサルトなんですね。それがね、どんな感じなんかっていうのはまた僕中開けたりしないんですよ。だからこれを一緒に皆さんと見ていただいて、皆さんと一緒に開けていって、あ、これ意外といいじゃないのか、あ、これちょっとやっぱ微妙かもしれんですねとかっていうところをね、見ていきたいななんて思いますので、ある程度どういう機能があるかは知ってるんですけど、実際触れてはまだないので見ていこうじゃないかというところがね、本日のことになってますので、流れとしてはね、今言ったような感じで、あの外観とかこう実際触っていって見てもらって、ほんでその次にこの Y 字を使った時ってね、これ Y 字になってるじゃないですか、この独特な Y 字ね、これって特徴としてどうなんとか、使い勝手はどうなん、見た目は確かにそれは Y 字でなんか人と違う感じがしてね、俺の個性これ Y 字ですよとか、俺ちょっと人と違う感じで行くねみたいな感じでね、ちょっとかっこいい感じがあるかもしれないんですけど、いやでも使い勝手、実際これ毎日使う時にどうなんですかとかっていうところも見ていきたいなと思うし、さらに背負い心地ね、背負った時がどうなんか、リュックって見栄えはもちろん大事だけど、背負ってる本人は1時間何しば2時間とかね、通勤の時とかずっと背負ってるわけじゃないですか。やっぱしんどいのをね、ずっと背負ってるの、1時間2時間、もう職場着いた瞬間もうはぁなんですよ。はぁ、ちょっとあの誰々ちゃん悪いけど、ちょっとホットコーヒー入れてきて言うてね、嫌そうな顔をされながらね、あの誰かにホットコーヒー入れてもらって、ね、ドーンって机の上に置かれてね、 ありがとうって言いながらホットコーヒー飲むのも嫌じゃないですか。やっぱそれはね、あの楽なリュックで言って、あ、おはようって言ってね、あ、誰々ちゃんホットコーヒー入れたろかぐらいのね、元気があった方が絶対いいから、そういうとこ考えると、やっぱり背負い心地はどうなんかっていうのをやっぱ見とくべきだと思うんでね、それをお話しして、その時には言うてデメリットとは言いながらも、やっぱこのリュックってこういうとこ日常的に使うこと考えたらどうなんかなとかっていうところと、あとはおすすめの人っていうのと、まあ、最後はね、特典パートで本音言っていきたいなと思うので、もうそれはね、僕いつもそうですけど、ほぼほぼ台本っていう台本ないんですよ。ストーリーはある程度考えてるけど、その時のイメージとかその時の印象で喋っていくって感じなんで、今もねまさにそんな感じなんで、どんどん開けながらデメリットとか探していったり、おすすめの人探していこうかなと思いますので、まず外観行きたいなと思います。はい、では見ていきましょう。まずはこのメインのところがあって、裏がある、あ、裏結構クッションこれ入ってんねんね、後で見てもらいますけどね、このリュックの紐のとこも結構分厚いクッション入ってますね。あ、結構しっかりしてるな。表の方は、あ、なんか微妙に素材違うんや、ちょっと見てもらいましょうか。ここのね、素材は何て言うんですか、丸バツゲームみたいな感じでバッテンタイプになってて、でここはね、なんかもっと細かい網目になってますよね。ほんで次ね、この左上の方はどうなってんのというと、なんかちょっとテカリのあるような感じのね、あのこれもナイロンですわ多分ね。でこっちは一番オーソドックスなリュックによく見られるような感じの生地になってるので、こうやって見たらね、4つの生地感がもう全く違うんですよ。ほんでメインに止水ジップ使ってるでしょ。それ以外のところはまたこれも若干生地ちゃうな。これは収納によって生地を分けてるのか、デザインで生地を分けてるのかっていうのはちょっと分からへんけど、あ、このあのバッテンタイプ、丸バツゲームタイプはここで運用してますよね。ここの丸バツゲームをこっちの方にコピー&ペーストしたような感じになってて、こっちの方のベーシックタイプの側面は多分これをね、あのコピー&ペーストしてるような感じで、テレコタイプですね。ほんでちょっと裏のクッション見てくださいよ、これ結構こう分厚い感じで、この柔らかそうでしょ。でここのあの紐のとこ、もうクッション性すごそうやな。これだいぶ背負い心地でいいやろうな。まだ背負ってないんですけどね。では開けていきましょうよ。ビヨーンビヨーン。あ、なるほどなるほど。結構上の方までジップの縦のやつが作られてるから、こうやって閉めた時にここがいきなりジップじゃなくて、この上までジップになってるんだよなんていうところまで配慮されてるんですね。じゃあオープンしていきます。オープン。あ、なるほどね。中は結構シンプルな作りですね、至って。こことかにパソコンをしまえるような感じになってて、大きさも結構大きいですね。一回パソコン入れてみましょうか。僕のパソコンが16インチなんで結構大きいんですけど、これが入るのか入らないのかどうなんだい。おい、あ、入りましたね。パソコンはもう全部入るでしょ。16インチが入るってことは17とかは入らんけど、 MacBook はもう全部入ります。16より大きいのないからね。でこの前とかに iPad 入れたりもできるし、ただここのクッション性はないから、 あるある
クッション性あるな。ここに iPad も入れますわ。機械同士がぶつかるようなこともないし、背面はもちろんクッションが結構効いてるからね、安心できて、ここにメッシュのポケットもあるな。これ何なんやろ、これは何を使う時なんやろうな。ちょっとしたもの入れるようなぐらいしかないから、大きさで言うとスマホとかが入らないですね。これスマホ入らないね。財布も入らないね。これ何を入れるとこなんだ、これは。これは何を入れるとこなんだ、鍵とかかな。どっちにしてもこういう2つ折りの財布とかは入らないですね。でスマホも入るような感じではない。まあちょっとした小物ですよね。やっぱ鍵類やろうな。でそれ以外はね、普通にもうあとは収納をガバッと入れるような感じになってるので、もうガバッと入れちゃって、ここを持ってガバッと閉めちゃう。やっぱワイルドだな。しかしで閉める時もここピュッとやって、ちょっとかもね、ピュッとやって、以上が外観ですね。はい、以上が外観です。いやいやいや、ということでね、見てもらったと思うんですけども、やっぱりこれの特徴はまず何っていうと、もうとにかくこれの特徴を一言で言うならやっぱ Y 字でしょ。このガルウィング的な感じでカバーッと開くようなとこ、上のとこ開けて、ほんでメインをガバーッて開けていくと、こんだけねガバーッと広がってくるので、荷物の出し入れがしやすくて、こういうタイプのリュックってやっぱそこにね荷物がどん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 溜まっていくじゃないですか。でその時にそこにあるもんって、この上の方からね、抽選のガラガラみたいな感じでね、どこに何があっただっけなって手の感覚だけで探すようなことがなく、これガバッと開くので、もう下までね、もうすぐに直行でアクセスできるような感じになってるっていうのが多分このリュックの最大の特徴やと思うんですけど、ちなみにね、コメントいただいてね、リュックっていうのは子供っぽいぞと、バックパックと言えというふうに言われたんですけども、バックパックと言えるほど僕アウトドアとかあんま知らないので、まあ、このまま継続でね、リュックという可愛い言い方をさせてもらいたいなと思うんですけど、こんなガシガシしてるミステリーランチ紹介してるくせにリュックって言わせていただきますので、よろしくお願いしますということで、このリュックは1にも3にもこの Y 字でアクセスそこまでしやすいんだよっていうのが、まあこの特徴になってくるかなと思います。ほんでその次がね、ちょっと背負い心地見ていきましょうよ。背負い心地めちゃくちゃええな。めちゃくちゃ綺麗に体に沿ってくれてる感じで、今パソコンのね16インチ入ってるから結構重たいんですよ。重たいけど全く重さ感じないですね。で多少多分荷物いっぱい入れてきたりしたら、ここのね胸のとこパチンってやってあげることで、より体に密着してくるので、重さをね軽減できると思います。もうなんか背負ってる感じないですね。一体化されてるみたいな。背負い心地はめちゃくちゃええな、確かに。ほんでね、今皆さんにこう背負ってる様子っていうのを見てもらってると思うんですけど、背負ってる様子としてもね、やっぱりちょっと男っぽい感じ、ワイルドな感じになってると思うんですけど、まあ、これがねいかにもミステリーランチっぽいなーっていう感じもするし、背負ってる本人としても背負い心地はいいなというところで思ったりはするので、まあ、普通のリュックやとどうしてもこう肩だけに負担が来たりとか、重さがどんどん増していくと、今日なんか参考書めっちゃあんねんなーとか、今日大学の授業5時間目まで全部埋まってんねんなーなんていう時は、結構参考書とか荷物多いでしょ。その時なんかね肩にガビーンってくると思うんですけど、まあ、仕事もそうですよね。今日は書類も持たなあかんし、 iPad も持たなあかんし、パソコンも持ってかなあかんし、もうめちゃくちゃ重いやんけっていう時なんかは、もうどんどん肩に荷物が来ると思うんですけど、そういうのがこうちゃんと分散されてるというか、それでもってね、このリュックで確か2万円ぐらいで購入できたと思うので、まあ、2万円でこの背負い心地っていうのはちょっと他もないかなと思います。他とかで背負い心地いいなって僕は今まで思ったのが、やっぱアロー22とかね、あれはでも3万円ぐらいしたりするし、僕は今普段使ってるリュックもブラックエンバーって、これも4万円ぐらいしたりするし、まあ、3万円以上出していけば結構背負い心地いいリュックってあるんですけど、2万円そこらで背負い心地のいいリュックってなかなかなくて、これはその中でも背負い心地はいいんちゃうかなと思います。価格帯に比べたらね、偉そうに言うなってことなんですけど、すみません。ということで、背負い心地はいいかなと思います。ただね、デメリット、今開けてみてデメリットも感じたんで、それをね何個かお話しさせていただきたいなと思うんですけど、デメリットが何かっていうと、まず一つ目がサイドポケットがない。こうカバンパッて外すじゃないですか。で例えば定期とか入れとったりして、あ定期取ろうと思ったりしたら、こういう横とか、あとこの背面とかにポケットがないんですよ。だから何かをこう取り出したいとか、何かちょこっと入れたい時とかあって、こういうところにねポッペットボトルポイーンって入れますとか、あと鍵はねこの上のとこピュッてやります。あこれ上もあったわ、すみません、上ありました。上とかやったら鍵は入れましたわ。鍵とかやったらこの辺ピュッて入れたりするんですけど、このサイドポケットがないとか、この辺のポケットがないっていうのが1箇所しかねここないんで、ちょっとこの辺は荷物いっぱい入れたりとか、特に細かいもんですよね、定期入れとか、あとペットボトル水筒とか入れるってなった時に、この横にサッて入れたりとか、すぐにアクセスするタイプじゃないというか、しっかりこう開けたりとか、しっかりこうガバッて床に置いたりとかしてやるような感じなんで、まあ、その分ね盗難とかは会いにくいとは思うんですけども、なんかもう1箇所ぐらいちょっとポケット
ケットがあってもよかったんかなっていうのは思いますね。でそれ以外のねデメリットとしてはこのジップがね結構大きいんですよ。でありがたいことに止水ジップ使ってくれて、これ Y ね、 Y 字が止水ジップ使ってくれて、めちゃくちゃいいじゃないの、サンキュー助かりましたっていうことで、この上側にもしっかりジップ使ってくれてて、あ本当によく考えてるねなんて思ったりするんですけど、大きい止水ジップ、小さい止水ジップはまだそこまでじゃないんですけど、大きい止水ジップによくあるのがジップちょっと硬いんですよね。これも漏れなくそうで、そのスムーズに開くっていうよりかは結構クッて噛んだりするので、この開け閉めっていうのが毎日の動作なんで、結構慣れてくるとスムーズに開くんか知らんけども、最初の時っていうのは買ってすぐの時は結構硬いんですよ。それは最初ちょっとあの困るとこかもしれないです。普通のリュックとかに比べると絶対噛むんですよどっかで、まあ、これはね慣れの問題かどうかは分からないですが、まあ、ちょっと気になるかなと思います。でまあね、それ以外でよく言われるのがこういうまあカバンでね、このタイプも自立しないんですよ。ポカーンってこうこけちゃうので、まあ、こけちゃう時はね僕がいつも使ってるクリッパっていうのがありまして、まあ、これはね僕使ってるのは自立するっちゃするんですけど、まあそんなんでもこういうふうにあのクリッパっていうのでパンってかけたりもできるし、これ机にもかけれたりするんでね、まあ、これはいつもおすすめですよって言うんですけど、特にこういう立たへんリュックにはあのクリッパーはあってもいいんかなというところで、まあ、その立たへんっていうのはこれで解決できると思うので、デメリットとしてはそれぐらいですかね。あのポケットがあのちょっと少ないかなと、まあ、僕普段ポケット多いリュック使ってるから余計かもしれんけど、ポケット少ないっていうのと、ジップがよく噛む、こういうのとかやったらね僕普段使ってるのはあんま噛まないんですよ。こうスムーズに結構開くんですけど、これは結構噛むんですよね、まあ、ここ上はマシかな、この Y のとこでさ、 Y のとこが結構噛むんで、こう今も噛んでますけどね、まあ、ちょっと慣れるまであれかなというところで、で次はおすすめの人いきたいなと思うんですけど、おすすめの人は何かっていうと、これねアーバンアサルトっていう名前じゃないですか。これアーバンアサルトっていうのは一応日本向けに作られたアイテムらしくて、ほんまはアメリカで売ってるやつはワンデイアサルトっていうらしいんですね。名前はまあまあどうでもええんですけど、そのアメリカのやつはメイドインアメリカ USA で作られているので、それに関してはねあの値段が5万円ぐらいするっていうこと、5万円めちゃくちゃ高いと思うんですけど、この日本で売られてるタイプやったらベトナムで作られてるので結構値段が安いんですよ。でまあそれ以外にもちょっと多少機能は違かったりするんですけど、まあ見た目はほぼほぼ一緒で、まあ、倍ぐらい値段が違うので、そう考えるとコスパはね良いんかなと思います。ワンデアサルトやったらちょっと本格的仕様とか、ほんまに米軍とかが使ってるような感じだから、まあもうちょっとなんかあの本物志向の人は多分そっちに行った方がいいし、いやいやもうちょっと簡易的に街でしか使わんし、俺あの地面歩く前進して歩くことはまあないから、これぐらいでちょうどええねんっていう方なんかはね、あの2万円で背負い心地としてはあの間違いないかなと思うので、今まで持ってる中でも結構上位に入るぐらいの背負い心地はあると思います、まあ、なので普通にまあ毎日使うこと考えて、どういう人が向いてるかっていうと、やっぱり荷物とかを途中で開けたり閉めたりせえへん人、だから一回背負って目的地まではそのままずっと背負っていくねんと、で目的地ついて会社とかついた時にガバッて開けますけど、それまではもう一切開けたり悩んだりしなせんと、常にポケットにスマホと財布だけ入ってるから、もうこれだけアクセスできればもうそれでええねんっていう方なんかはですね、こんだけしっかり背負い心地もいいし守られてる感あるんやったらめちゃくちゃいいと思いますし、いやいやこういうスマホとか財布っていうのはできればリュックに入れたくてポケットとかには入れたくないんよって、形ジーパンの形変わっちゃうんよとか財布の形変わっちゃうんよって気になる方とかはリュックに入れはると思うんですけど、そういう方はねちょっと向いてないというか、アクセスちょっとしづらかったりするんで、まあ上にねできるっちゃできるんですけど、そこ以外ないので、このスマホも入れるし鍵も入れるしってなったら画面傷ついたりとかする可能性もあったりするっていうところで、まあ背負ったまんま目的地まで行く、で目的地から帰ってくるのも背負ったまま行く、途中で開けたりはせえへんっていう方はもう全然いいかなと思います。まあ以上がね、このアーバンアサルトかなと思いますので、最後はね、まあ、本音というか、まあ、そんなとこ話していきたいなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、まだ現状使ってないんで、まあ、本音って言っても正直今かかって触った感じの、あの感覚ですけど、まあ、お話ししていくんですが、僕リュックの中でねやっぱ大事にしてるとこって背負い心地なんですよね。これって値段で出てくるじゃないですか。安いリュックってもちろん見た目はそんな変わらへんねんけども、安いリュックになればなるほどどうしてもこのリュックの紐のとこが薄い感じになってきたりとか、長時間持ってると硬いたなってきたりとかねすると思うので、リュックって特にこう価格値段をかければかけるほど背負い心地が良くなっていくもんやなと思ってるんですけど、その中でも2万円でこれだけのクオリティの背負い心地があるリュックってあんまないんで、まあ、背負い心地だけで言ったら3万円オーバーぐらいの背負い心地あるなと思ったりしてて、まあ、その点はねいいと思うんですけど、ただこう開け閉めちょっとしづらいんで使い勝手がちょっとまあ僕個人的には気になるんですよね。あの慣れてきたらもうちょっとスムーズに開くでっていう方もいらっしゃればねいいかなと思うんですけど、そもそもこの Y 字が僕あんま好きじゃないっていうところもあるんで、普通のジップに添いでくれるんやったら、普通のジップやったらもう 3.5 あの上げますわと、 3.5 私の方から贈呈させていただきますって思ったりするけど、この Y 字がい
いいっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、 Y 字にされると使い勝手ものすごい落ちてくるんで、まあ、トータルで見たらね、まあ、2.8 とか9ぐらいになってくるのかなということで、3はねちょっと切っちゃうんかなと思います。ちなみにリュックのとこで、ね、今のとこ1枚のこれもうこれは今 3.8 ぐらい、背負い心地も問題ないし、もう小物いっぱい入れれるしね、ええかなっていうとこと、でアロー22で言うと、まあ、3.2 ぐらいですね。あれも背負い心地ええけども、なんかあんまりピンときてないのでね、まあそんな感じになってます。ということでね、まあ、今日は、このミステリーランチのアーバンアサルトを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。